こちらがですね、加古川の上流の河川、ちょっと名前が、読みにくい名前なんですが、あと、ピントがちょっと合ってないのと、文字が小さいのであれなんですが、こちらの河川がですね、ずっと続いていて、途中から箕面川という河川に合流して、こちらの方の、箕面川が、加古川に合流してるんですけども、この箕面川の上流の方ですね、こちらの方を、後日撮影しに行きたいと思います。本日は、2024年の7月2日です。こちらの河川もですね、こちらが、合流しているのと、こちらの河川、北谷川、もしくは北谷川、こういった河川、こちらの方へ行くと、三田市の方ですね。で、余川のインターチェンジ、この辺りまで、高速道路の、バスで、ここまで行って降りて、河川の撮影をしようと思ってるんですけども、多分バスが走ってると思います。で、こちらの方の、これぐらいのところまで戻ってきて、こちらの、複数の合流河川があるんですけども、こちらの方もずっと元をたどっていくと、フルーツフラワーパークの近くだったり、複数の河川が合流してくるんですが、この辺りの道も昔、車ですけども、通ったこととかもありまして、河川の幅は、あるところはそこそこあります。2メートルとか3メートルだとか。だから、ここまで上流まで全て水を満水まで貯めたら、かなりの貯水量にはなります。河川が複数ありますので。以前の撮影の時は、この箕面川の、合流地点のところに、水門を設置してということを、言ってたんですが、上流の方から、撮影してみて、間に、その河川専門外式ダム発電の水門をいくつ、設置できそうなのか、あとは、老朽化して、放置されている建物だとか、かまど発電だとか、メタンガスの駐車場だとか、そういったことも含めて、後日撮影したいなと思います。で、うまくそのこちらの方の、合流しているところまで来れたら、あとは加古川のこの北の方のところをですね、この辺りのところは、撮影してます。こちらの左手の方の河川、それよりも上流のこちらの河川、こっちが、東条川というんですが、この上流が、東条湖というダムなどがあります。こちらはもう、途中までは撮影してるんですけども、日暮れが来て、合流してる加古川までのところまでが中途半端で終わってるんですね。で、こちらの、JR 加古川線の、川郷西駅、ちょっと読み方はよくわからないんですけども、この近くにある新大川橋という読み方でいいと思うんですけども、こっちの橋などですね、撮影できたらなと思います。こちらの方はですね、深さは結構あるんですよ。10メートルぐらいの深さがありまして、ここを満水にできたら、こちらの河川の上流のかなりのところまで、貯水ができるのと、あとは北の方が、西脇市ですね。この辺りは小野市か加東市。小野市がこの範囲で、ここは加東市ですね。で、ちょっと待ってくださいね。40ページ。こちらが加古川の、上流なんですけども、滝のこちらが、加東市の、中心部の位置ですね。その上流が、西脇市になるんですけども、こちらも複数の河川が合流しているような形で、さらにここはこの上流までたどっていくと、氷上郡だとか、そういったところまで、続いていきます。先ほどの2本の河川が、左手がこちらで、右手がこちらで。で、こちらの方が、合流する河川がこの笹山川なんですけど、笹山川も以前、撮影しまして、この
笹山駅、笹山口から、降りてこの笹山川のこの橋の近くで撮影してるんですが、もうここで川幅が50メートルぐらいあるんですね。で、さらにこちらの河川の上流までまだまだ伸びていってますので、ですので、まあ、加古川に関しては貯水量、全て河川水門回収ダム発電が設置されると、まあ、とんでもない、まあ、水量になると思われます。全て満水の状態から始めれば、まあ、一番下の下流のところでは晴れの日でも、常時、1メートル ×1 メートルの回転扉を24時間、回しっぱなしにできると、まあ、上流から、複数の、河川から、まあ、20センチ ×20 センチだとか、場所によっては1メートル ×1 メートルの門を、開門して、発電しながら、水をずっと供給できるわけですから、まあ、下流の方ではずっとギア比を、かなり高いところまで継続して上げていけると、同じ力がずっと加わるという形になりますので、まあ、そのあたりですね、加古川の方がまあ向こう側よりも多くの発電が、できるはずです。箕面川に来ました。こちらなんですけども、まあ両サイドの高さ、こちらの水あの道のあの一番低いところに合わせて、あちらサイド左手の方がまだもう少し高さあるところまでありますんで、まあ、そのあたりまで水満水になった時に来るぐらいで、まあ作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。だから岸壁工事を両サイドもう少し、上げなかったりしなければならないと、まあ、こういったことになってくるかと思います。あと、まあ割れてるところとかもありますので、まあ、補修工事が必要になってくると思います。あのもう少し上流のところで合流するもう一つの河川があると思いますので、そちらの方も、撮影したいと思います。あちらから歩いてきたんですけども、まあ滝やぶ枯れてる竹とかが、たくさんあります。まあ、かまど発電用の、ものとして、たくさん、ありますね。ちょっとこちらの方へ進んでも見れそうになさそうなので、ちょっと戻って向こうの方に、渡ってみたいと思います。来ました。もう一つ の、 あの先ほどの河川に合流している河川ですね。まあ、先ほど の、 あの河川があちらの方にありまして、水を、先ほどの水位まで貯水すると、まあ、ここから先、まだもっと、奥の方のところまで水が、貯水できます。両方サイドあの岸壁工事できてますので、まあ、かなり、奥の方のところまで、水こちらの方にも貯水ができて、両方の河川を合わせると、まあ、かなりの、貯水量になるかと思います。あちらの河川も、上流左手の方にですね、なだらかに、続いていってましたので、まあ、かなり、何キロか先まで、貯水できると思います。では今から下流の方を目指して進みたいと思います。もしあのバスとうまく遭遇できましたら、バスに乗って、移動したいと思います。かなり ここから先もあのなだらかですので、まあ、今日ちょっと撮影する範囲も広いんで、できるだけ、バスとか利用できたら、利用したいと思います。みなぎ台入り口にと書かれている看板のすぐ近くのところですね。多分廃屋ですね、2軒とも、まあ、解体対象の建物だと思います。まあ、ここ来るまでにあの、まあ、潰れてる飲食店だとかそういったところも結構見受けられました。あと、まあ、そちらの建物も壁に亀裂が入っていて、多分放置されている建物だと思いますね。あちらが小学校かもしれないですね。先ほどの中横川東小学校があちらかもしれないですね。先ほどの建物のその隣も、ここも放置されている建物っぽいですね。この辺りもですね、ずっとまあなだらかですね。
で合流してる小さな河川がありまして、まあ水の量は結構なかなかありますね。であちらの方を見てもまだずっとなだらかですので、まあ先の方で、合流してる河川のところがどういう風なところなのか、まあそれを見てですね。あとまあ先ほどの続きですが、こちら耕作放棄地ですね。あちらの奥の方も一部耕作放棄地かもしれません。まあもったいないので、学生さんの方で、まあ畑耕してもらったり、コアで、してもらったらいいんじゃないかなと思います。この辺りもずっとなだらかですね。だからまあ最初の方のあの門のところから高低差1メートルまだあるかどうかっていうところだと思います。ですので、まあ最初に門を設置するのはもう少し先に行ったらあの合流する河川がありますので、その先に、門を設置して、先ほどのあのところまで、まあ最初に門を設置と言ってたところはなしにしておいて、その辺りまで設置するから、まあ、この方が良さそうですね。まあ、まだもう少し先行ってみなければわからないですけども、こちら右サイドは岸壁工事上の方までできてます。まあ、あちらの方は少し高さが足りてないんですが、まあ、こちらの方と比べると、まあ、少し、1メートル2メートルほど、まあ、両サイド上げたりだとか、まあ、そういった工夫で貯水量を、増すと、そういうふうな形でいいと思います。あちらの方に、まあ、合流する河川が ありまして、まあ、あちらの方は本流です。先ほどまで、撮影した河川ので、こちらの方が合流する河川で、その先に、門を設置して、で、まあ、上流の方まで、かなり、こちらの河川もなだらかですので、数キロ先まで水を貯水することができると思われます。ただし、まあ、河川の底の土砂のかき出しは、必須ですね。水の量もそこそこ流れてますので、満水にした時にあの上の方に門一門、設置しておいて、で河川の土砂のかき出ししやすくしたらいいと思います。では向こうの方、に行ってみたいと思います。あちらの方から多分合流してるところに行き着くんじゃないかなと思います。こちらがあの合流してる箇所になるんですけども、まあ、先ほどの案でいくと一番いいのはまあ、そこの真ん中のところを、まあ、取っ払うような形で、であちらのサイドの、高さを、少し、向こうの方まで、上げておくと、まあ、そういうふうな形ですね。それで、かなりの貯水量見込めると思います。まあ、河川の底にだいぶ石とかも落ちてるので、まあそれを利用してミニ石ダムミニ石ダムみたいな形にして、まあこの辺りだと両幅がありますので、20cm×20cm、 1m×1m、 あとは 3m×3m と、5m×5m を2つぐらい設置できるかと思いますので、それだけあったら排水量、大雨の集中豪雨の時でも、大丈夫だと思いますので、まあ、そのプランで、考えてもらえたらなと思います。だからまあ左端の方や、あちらの方の河川に関しては、両サイドかなりの高さまで奥行き、岸壁工事いるかもしれませんけども、するだけの価値はあると思います。これで、最初のこの高さだったら最初のあの1問目の設置の場所、あそこの場所がいらなくなると思いますので、ぜひするべきですね。こちらも放棄、放置されている建物だと思われますので、先ほどの合流した河川があちらの方なんですけども、まあ、こちらの方に石がだいぶ、積み置かれてますので、これも利用してミニ石ダム作っていただいたらいいと思います。先ほどの位置のところで、あちらの建物も放置されてる建物だと思われますね。あちらの方が、先ほどの合流した河川の方なんですけれども、まあ、こちらの方から、まあ、下流の方に流れていっています。多分私の予想では、以前撮
影した時のあのしじみ川のその先の合流する地点箕面川と、そこにそこまで多分門を設置しなくても大丈夫だと思います。あとはまあこちらの建物とかも多分放置されてる建物だと思われますね。ある程度下流の方に来ました。河川の形状なんですけども、あの両サイド、岸壁工事とかがほとんどされてないですね。この辺りはこういう風景のところです。あとあちら横からあの、まあ、この辺り畑が多いので水があの、まあ、定期的にこう流れてきてるんですけども、あちらスイッチャー設置したら、ギア比をつけて、発電結構できると思います。近くにあの電線とかありますので、大丈夫だと思います。まあ道路沿いなんですけども、こちらの建物もあの、まあ、放置してる建物っぽいですね。廃屋だと思われます。バス停の名前がこういう名前の、バス停です。先ほどのところのすぐ隣、まあ、斜め向かいのところも耕作放棄地ですね、まあ、結構そこそこの面積ありますのでもったいないですね。あとはまあこちらも廃屋だと思われますね。この辺りも耕作放棄地のようですね。もったいないですね。あとはまあこの辺りにも竹やぶなどがあります。こちらの建物もまあ老朽化した廃屋のようですね。バス停があります。久次というところですね。こういった形で、まあ、建物を解体したらだいぶあの木材とかが出てくるかと思います。危険ですね。こちらも倒産して、放置されてるところみたいですね。三大建設株式会社三木支店という、まあ、名称みたいなんですが、まあ、だいぶもうツタとかが回ってきてますので、多分もう放置状態だと思われますね。あちらがまあ上流の方です。で、あちら下流なんですけども、サイドからだいぶ水が勢いよく出てますので、まあ水車を設置するかどうかというところなんですけども、先のあのしじみ川の先のあの合流する河川と箕面川が合流するところで貯水したときに水の水位があの辺りまで来るかどうかですね。ほぼずっとなだらかですんで、まあ一回貯水してみないとわからないというところですね。しじみ川と箕面川が、合流した河川、箕面川もうすぐ、向こう側と合流するところなんですけども、以前撮影していた作りかけの高速道路続行されてますね。この辺が残念なところですね。あの辺りとか削っていて、あちらに道があるからこんなところに、道路作っても意味ないんですよ。他にしなきゃならない、メタンガス抽出所とか家屋の解体だとか、そういったことを一切合切せずにエネルギーの残存量問題、取り組めてるとは言えないですね。残念ながら岸田政権、岸田さんには申し訳ないですけども、残念ですが、これもできてるとは言えないですね。逆の方向に進んでますね。だってあちらに見えるでしょ、道路が上も下も。もともと交通量あんなものですね。こんなところに作ったってもう意味ないですよ。こちらが、加古川なんですけども、左手の方にも、まあ、合流河川がありまして、まあ、河川の土砂のかき出しが、まあ、だいぶ必要な
火山なんですが、高さがこの辺りまで来るとだいぶ高さがあるんですよ。でその辺りで合流してるんで、まあ、その辺り全部取っ払うような形で、横に、まあ、水門作れたらなと思います。こちらのこの高さだったら上流かなり上のところまで、水が貯水できると思いますので、ちょっともうちょっと真ん中の方まで行って撮影しますね。上流の方、でまあ右端の方に20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルを、まあ、一番向こうのカーブの出先のところ、突き当たりのところ寸前まで引くような形がいいんじゃないかなと思います。一応この高さに合わせといて大丈夫だと思うんですけどね、両サイド。まあ、遥か先まで、貯水ができると思います。先ほどですね、撮影してた橋がこちらの万歳橋です。で一番駅から電車に乗って、こちらの駅まで来て、新 大川橋ですかね、こういう橋なんですけども、この位置まででだいたい先ほどの水位、上昇してきてる水位がだいたい3メートルぐらいの位置です。ですので、まあ、河川こちらの橋のマスでですね、向こうの横の万引き工事が終わってるところぐらいまで水位が来てるような、状況ですね。だからまだまだここにはまだ門いらないですね。でもっと奥の方のところに、門が設置する必要になってくるんですが、まあ、その万歳橋のところにその水を貯水すると、まあ、こちらの各河川などの、まあ、上流のところまで、水が貯水できます。こちらの方は、この河川の、まあ、大体この辺りだとかこの辺りぐらいのところまで、まあ、水が貯水できます。で、東条川に関しても、まあ、高さ、まあ、ここから先のところで、合流してるんですけども、まあ、高さ、3メートルか4メートルぐらいの高さで、まあ、上流の方まで、ある程度のところまで、水が、貯水できるというわけです。で次のこちらの方が、先ほどの加古川の続きですね、こう登っていきましてですね、次が、こちらの滝駅か、その上の、まあ、野村という町名のところ、まあ、こちらの方に門を設置すると、まあ、両方の河川に、水が貯水できると、まあ、こういうふうな状況ですね。まあちょっとそのあたりまで電車に乗りながら何メートルぐらいその高さが上昇してきているかは電車に乗りながらでも分かりますので、また電車に乗って、まあ滝野駅で降りるか、もしくは滝駅で降りるか、西脇市駅で降りるかというところですね。そこまで、また撮影に行ってみたいと思います。その前に、駅に戻って、昼食にしたいと思います。野村というところに来ました。まあ、こちらの方なんですけど、ちょっと待ってください。ピントが。高低差がだいたいこれでですね、3メートルぐらい上のところに来ています。だからまあ先ほどの河川のところ の半分ぐらいのところまで水位が、市場のところに、水門設置して満水すると、まあ、大体
この辺り、まあ、この上流で、2つの河川に分流しているので、まあ、この辺りに、門を設置するのがいいんじゃないかと。それかこの南の方の板波というところなんですけども、一番のところをあの満水にしたときに水がどれぐらいまで来るのか、もしかしたらここから、まあ、これぐらい先まで、こちらもこれぐらい先まであの貯水してるかもしれませんので、結構ずっとなだらかなんですよね。あんまりあの傾斜があるように見えないでしょう。ずっとまあこういうふうな状態ですので、まあ、1問目を満水にしてから水がどれぐらい来るかをまずしっかりと確認したいですね。その一番のところでそのまあ、すごい発電量をっていう形で、作った方がいいのか、それともここに、2問目もしくは次の橋のぐらいのところに2問目、3問目、3問目ですね、1から2問目ですから、設置するのか。あと板波のあのところの横にですね、あの先ほど あの高郡の方へ行く河川がこう合流してるんですけども、一応そちらとこの辺り両方、撮影しに行きますね。次の電車が来るのが、16時前ですので、今の現在時刻が14時41分ですので、まあ、1時間ほど時間ありますので、まあ、ちょっと撮影したいと思います。それと、これ周りの風景なんですけども、山と山のちょうど間で風がすごく来ますね。この辺りすごく風が吹いています。あ、風力発電もこの辺設置したら結構安定して、発電できるような気がしますね。大雨の時水位があれぐらいまで来ていたっていうことなんでしょうね。木に引っかかってるっていうことは、これちょっと参考にしておいた方が良さそうですね。あちらが板波というところの橋ですね。で、加古川がありまして、こちらの河川が、まあ、あの高郡の方へ行く河川ですね。こちらもまあ川幅はそこそこ、まあ、河川の土砂かきとかすればというところですね。あの岸壁工事はある程度しているのかどうなのかっていうところもちょっと不透明ですね。まあ、上流の方まで、山のふもとから、まあ、ちょっと上のところまで、続いていきますので、あちらの方と、まあまあかなり何キロも先まで、河川、続いていきますので、まあ、貯水量、まあ、なかなかのものになるとは思います。まあ、その大雨のとんでもない集中豪雨の時にどう対応するのかっていうことを考えて、市場のところの門、まあ、完全に金属でその開門とかできるようなタイプのものにしといた方がいいんじゃないかなと思います。で、その年にそんなに集中豪雨なんかなかなか1年に1回あるかないかぐらいだと思うんですよ。あんなところまで水が水位が増してくるっていうようなことは。で、基本的には、まあ、思い切り満水にしたいんですけども、その場合、まあ、水位がどれぐらい来るのかですね。それで板波のところに作るのか、その次の向こうの方の、2つに分流するところに作るのかというところですね。やっぱりあちらの河川もなだらかですね。奥の方まで、なかなか水位1メートルか2メートルまで、もしこの辺りまで、市場のところが満水になった時に到達するのであれば、かなり上流のところまで水が溜まるっていうことになりますので、まあ、一回市場のところで満水にまずしてみてということですね。まあ河川このまま、まあ、なだらかに続いていくみたいなんですが、次の、まあ、電車がもうあちら JR 走ってませんので、こちらの方の JR の方から、上流、谷川駅、まあ、谷川か谷川ですね、谷川駅、まで行ってみて、どれぐらい、高低差があるか、それまず見てみたいと思います。そこから、まあ、笹山周りで自宅に帰ろうと、思っています。
新西脇駅の近くに来てるんですが、水位、あんまり変わらないですね、高さ。撮影許可をもらって、駅で撮影しています。現在谷川駅に来ています。でここまでの河川でですね、まあそこそこ、段とかがありまして、まあこの辺りまでに、まあ、門を設置するような形、まあ、この辺りに門を設置するか、まあ、先ほどの、市場の次のところ、野村のところで、門を設置するのか、それとも板橋のところで、門を設置するのか、まあ、その辺りのところですね、まあ、この辺りに門を設置しておいて、まあ、両方の河川の方に、まあ、水を貯水すると、まあ、そういうふうな形になると思います。で、まあ、こちらの方の河川もだいぶ上流の方まで、ありますので、まあ、水の量はこちらの方の河川の方が多かったように見受けられます。こちらの方が、まあ、以前撮影してました、まあ、笹山の方へと続いていくんですが、帰り、まあ、JR 乗りながらどれだけ、まあ、標高が上がっていくのか、そのあたりを、撮影したいなと思います。以前はここに、門を設置すると言ってたんですけども、もしかしたらこちらの合流河川であるこのあたりだとか、こちらの合流河川であるこのあたりだとか、まあ、このあたりに門を設置するような形になるかもしれません。あんまり深さはないです。ここなんかラム化してますね。
バーなんですが、以前、撮影した、笹山口の近くのところにも設置した方が良さそうですね。ご乗車ありがとうございます。奥行きがありますので川幅これで、まあ、笹山川の方でもある程度の、まあ、見込みというか、まあ、どういうふうに設置するのかという道筋が、まあ、だいぶ見えてきたんじゃないかなと思います。まあ、今のうちにいいかもしれないですね。先ほど